俺の目が珍しい。別にいいよ。君はこの教会の子？ああ、親が、家族がいないんだ。なるほど。はじめまして、リリアーナ・アドルナート。俺はテオ、教国議定室に属する聖職者だ。そう、君の鍵の乙女に関することも俺たちの管轄でね。何も知らないのか、君。墓守の一族は家中の君に真実を知らせなかったんだね。それだけ大切に守られてきたってことか。何でもあんたは教国にとって特別な意味を持つ存在なんだそうだ。それはできないな。君が知らないなら俺には言う権利がない。知りたいなら聞いてみるといい。ダンテ・ファルツォーネか、そうだな、ニコラ・フランチェスカに。ボンジョルノ。
いえ、ちょっと通りかかっただけです。今やっとお使いを全部終わらせてきたところで。ずっと走り回っててクタクタですよ。今朝は食事も食べ損ねちゃって。いいんですか？助かります。嬉しいです。本当にもうこのままじゃファルチェに着く前に行き倒れちゃいそうで。指輪か。この町じゃなくてもっといいところで買いたいな。もちろん早く用意するに越したことはないけど、プロポーズがあんな感じだったし。指輪くらいはあの子が喜んでくれるようにしっかり準備して。いえ、大丈夫です。今日中にやらなきゃいけないことは全部終わってますし、美味しいお昼のお礼ですよ。俺もすごく楽しかったです。最近結構忙しくて気がめいってたんで、いい気分転換になりました。ごめん、我慢できなくて。会いたかったよ、リリー。早く二人きりになりたいな。行こう。今日はこのまま部屋に連れて行くけど、いい？
よかった。光栄です、シニョリーナ。旦那様もあなたの前でしたら比較的好き嫌いせず、黙々と食事に勤しんでくださいますし、私としましても気が落ち着きます。悩ましいのは、あなたのように礼儀正しいシニョリーナが、いつまで旦那様を見放さずそばにいてくださるかでして、私はいつも心配ばかりで。バルトロ、少し黙っていてくれない？料理の味がわからなくなる。失礼いたしました、旦那様。しかし、どうしてもあと一つだけ旦那様にお伝えしなければならないことがございます。旦那様も当然ご存知かと思いますが、そろそろビットーリア様の…その話は後で聞く。かしこまりました。いつも美味しそうに食べるよね。僕はそういう君を見ているのが好き。そうなんだ、かわいいね、リリー。ドルチェまで待てなくなりそう。食事を切り上げて部屋に戻りたい気分。もう、さすがだね。動きが早い。君のように優秀な側近がいて、ドゥーチェもさぞ鼻が高いだろう。わかったよ。また連絡する。そちらも何か困ったことがあれば、遠慮なく声をかけてほしい。使えるのか、それ。君か。正直に言えば全然だよ。全然ダメ。彼には毛利のサルマネが精一杯だ。それでもまあ多少は使いようがねえ。
なるほど。まあ彼はあくまで予備に過ぎないし、そんな大した問題でもないさ。なんせ君の後ろにはあの投書機長トゥラーティがついているんだから。それよりもうローマに戻ったのかい？てっきりしばらく向こうにいるつもりなのかと思っていたけど。教国勤めの敬虔な聖職者があまり長期間留守にするわけにはいかない。しばらくこっちの仕事をこなしてからまた行くよ。なるほどね。それでどうだった？ブルローネは楽しめたかい？思ってたよりつまらなかった。だから今は別の手を考えてる。直接揺さぶるより面白い方法がありそうなんだ。ふん。何を企んでいるのかな、君は。秘密。ごめんね、君が来てくれている時に仕事なんて。大丈夫だよ、ほらこっちにおいで。君こそ無理をしていない？今日のために仕事をまとめて片付けたりとか。わかるよ。いつか君にもきちんと説明しなくちゃならないとは思っていたんだけど、もう少しだけ時間をくれる？僕の判断だけでは決められない。君を不安にさせるかもしれないけど。Thank you.
グラーツェ、リリー。僕は可愛い奥さんが家にいてくれればそれで十分だよ。そうかな。じゃあジュリアのところで花嫁修行でもさせてもらう？料理とか掃除とか。ああ、それもそうか。つまり君はいつでも僕のお嫁さんになれるってことだ。僕はこれ以上君が何か努力する必要なんてないと思うんだ。本気で、ね。君はそのままでいい。君がそばにいてくれるなら、ただそれだけで僕は癒されるし、それ以上に幸せなことなんてない。どうして？ごめんね、リリー。君のおかげで僕はすごく幸せになった。それに、また改めて自分の新しい一面を知った気もするんだ。
こんな風になるとは思わなかった。というか、触れるたびに嬉しくて、足りなくて、すごく欲張りに。君のお願い、あんまり聞いてあげられなくて。軽い食事を持ってくるから待っていて。何かリクエストはある？まだ起きられないんじゃないかな。ジュリア、キッチンを使わせてもらっていい？食事を作りたくて。あら、お腹が空いているなら何か用意しますけど。うん、久しぶりにそういう気分なんだ。ジュリアの料理はいつも最高だけどね。わかりました。常備菜も食材もどうぞご自由に使ってください。グラッツェ、ジュリア。ニコロ、ほどほどにな。僕は気にしないよ。綺麗だと思う。
お久しぶりです、シニョーレ。お元気でしたか？傷の具合はいかがです？まだ痛む？あ、そうですか。当初医者の見立てでは春にも普通の生活ができるようになるとのお話でしたが、残念ですね。未だ歩くこともできないとは、これは困りました。どこか大事な神経に損傷があったのかもしれません。私心配です。ねえ、今日は何時までいられる？じゃあ、食べ終わったらファルツォーネの屋敷に行こうか。いや、夕べ君が気にしていたことを詳しく説明しようと思って。わかるよ。けど、もう少しだけ時間をくれる？僕の判断だけでは決められない。君を不安にさせるかもしれないけど。うん。昨日君が眠ってからダンテに電話して少し話したんだ。まあ、そんなに大層な話じゃないからね。お茶をするくらいの気持ちで行こう。鍵の乙女、そして墓守の一族。これは俺たちファルツォーネが古くから秘匿してきた情報だ。詳しく知ることでかえって危険に巻き込む可能性もある。だから本当はお前にも伝えるつもりはなかったけど、今回強国の聖職者を名乗る人間が君に接触してきた。だから俺たちの知る情報を開示する。ファルツォーネに伝わる伝承について。ああ、鍵の乙女はその名が示すように聖遺物の封印を解く鍵となりうる存在。実はこの町にはとても重要な聖遺物が眠っていると伝えられているんだ。ファルツォーネは代々その聖遺物を守っていて、古くは墓守の一族とも呼ばれたらしい。存在自体秘匿されたものだからな。ファルツォーネの人間でも知っているのは俺とニコラくらいだ。
あまり真剣に受け止める必要はないと思うけどね。少なくとも僕はあくまで伝説、夢物語に過ぎないと思っている。だがこの伝承を真実だと信じる者にとって鍵の乙女の存在はとても価値がある。だからファルツォーネは今までずっとお前を遠くから見守ってきた。お前があの事件でニコラに保護されるより前、それこそお前があの教会に来た頃からずっと。とはいえ急に何かが変わるわけじゃないよ。君はこれまで通りに生活してくれていい。今までもあの事件を除けば表立った危険なんてなかったしね。そしてもしこれから先この状況が変わるようなら、その時は何かが起きる前に手を打つよ。気を見誤りはしない。安心して。いろいろ聞いて驚いたと思うけど、あまり難しく考えないでほしい。ファルツォーネは君を守る。だけど君に何かを強いることはしない。今までと同じだよ。ただそのテオって聖職者は少し気がかりだ。また接触されるようなことがあればすぐ僕に教えてほしい。ごめんね、それは僕も知らないんだ。ある程度の想像はついているんだけど、憶測で語るものじゃないし。ファルツォーネの当主であるダンテは知っているよ。ただよほどのことがない限りそれを他人に明かすことはないと思う。